横須賀雪乃は、読売テレビ所属の社員、元アナウンサー。北海道札幌市生まれ、千葉県松戸市育ち。千葉県立河野台高等学校、立教大学卒業。1999年にアナウンサーとして読売テレビへ入社。当初は、なるとも、河合俊一のお昼番、など、主に情報、バラエティ番組へ出演していた。2007年に3歳年上のフリーディレクターと結婚した。河合俊一のお昼番ではフェンシングや忍者などの修行に挑戦。その VTR がニュースの女王決定戦で紹介されたことで同番組のベストキャスター賞を受賞した。2004年10月4日から先輩アナウンサー上村直美の後任として平日夕方のローカルワイドニューススクランブルのキャスターに大抜擢。坂安友と共に2009年3月27日の最終回までキャスターを務めた。また、ニューススクランブルのキャスター就任を機に報道局の記者を兼務。同番組の終了後は現職のまま大阪府政担当の記者として活動した。同番組の後継番組、関西情報ネット10や YouTube 制作の情報ライブミヤネ屋で、府政関連のニュースを扱う場合には、大阪府政担当の横須賀アナウンサーとの肩書きで取材リポートを送ることもある。2012年4月からは、アナウンス部所属のままで、報道局神戸支局へ移動し、兵庫県内の警察、司法担当記者をしている。2021年現在、報道局に所属している。7月1日から、関西情報ネット10の金曜担当の解説デスクに就任する。三姉妹の長女で、妹の一人は元歌手の横須賀夢菜。父親は調理師、母親は税理士をしている。ありがとうございます。